今日のマスター講座奮闘記なんですけれども、もうなんかね、どうしていいか分かんなくってパニってますという話をしていきます。実際に実験をやっていただく方たちをね、2つのグループに分けるんです。1グループ目の方にはクレイだけを使う、2グループ目の方にはクレイとストレッチを行うという2グループに分けるんですけど、そのグループ分けでめっちゃ迷ってます。なんかこう事前にね、アンケートいただいた内容から分けるんですけどなんかね、ちょっと待って、これでもこの1グループなんだけど2グループに入れたよなみたいな、こうなんかこう微妙なね感じな方がいらっしゃったりするんですよ。で、私としてはやっぱりクレーだけよりもクレーとストレッチを行うことの相乗効果って絶対期待できるので、やっぱりちょっと本当にお悩みの人には2グループの方でやってもらいたい気持ちはあるんですよ。ただですね、そうしちゃうとやっぱり2グループの方が多くなっちゃうので、やっぱりちょっと多少なりともね1グループの方に回さなきゃいけないっていうのがあって、そうなるとやっぱりね、受講者様にね、1グループに行っていただくしかないかなと思っちゃうんですよね。ほら、知らない中じゃないんで。あとでも仮に1グループにいたとしても、実験が終わった後にね、1グループの方にもそのストレッチの内容はお伝えしようとは思ってるんですよ。本当はもう一番手っ取り早いのはね、そんな1グループ2グループ、まあ実際は分かれてるんだけど、1グループの方にも2グループの方にも両方同じ資料の内容でお渡しするの方が私としては手っ取り早いんですけど、そうやってやっちゃうと、1グループでクレーだけを使う方が間違ってストレッチもやっちゃう可能性もあるなと思ったんですよ。で、私結構よくあるありがちなんですけど、家電のね説明書とか読まないで動かしちゃうタイプなので、そういう、まあ、実験とかになるとよく読むかもなんですけど、なんかちょっと勘違いした、やばい、ちょっとこれストレッチもやらなきゃって思っちゃうタイプなんで、私が。なので勘違いされる方ってきっと出てきちゃうだろうなと思うので、もうクレイだけの方にはクレイだけっていうことで資料をお送りして、クレイとストレッチの方はクレイとストレッチっていう風に資料をお送りしようと思うと、結局そのクレイだけやった方がストレッチできなくなっちゃうじゃないですか、終わった後にね。でもやっぱり私はね、悩んでる方には改善してほしいんですよ、心からそう思ってるので。だから終わった後にそのストレッチの内容をねお伝えしようと思ってるんですけど、だからまあいいかなみたいなだからちょっと実験は申し訳ないんだけど、ちょっとクレーだけ使ってもらおうかなっていうところに来たんですけどねまあでもそう、でも多分またね、ちょっとまた本当にこれを分けないとその先がやっぱ進まないので、やっぱちょっとここを先にしなきゃいけない、ここを明確にしなきゃいけないと思って、今資料をちょっとやりだしたんですけどね、資料じゃないや、グループ分けしだしたんですけれども、そうなんかね、そんなこんなでね、いろいろがこう中途半端な状態で本当今週中には資料を皆さんにお送りしないと、資料というか材料も含めてね、本当ちょっとまずいので、今月中にはできないので、まあ本腰入れてちょっと今ねグループ分けをしているという話、グループ分けをしたんですけど、めっちゃ迷っちゃってカーッとなっちゃったんで動画を回しました。